はい、OEH チャレンジ始めましょう。今回はですね、カンボジアのポイペトっていうとこまで行っちゃいます。ここはですね、カンボジアのシェムリアップという町で、アンコールワットがね、ある町の中にある、そこがね、パブストリートって言って一番栄えてる場所。今日は今からちょっと移動ということで、今からポイペトという国境の町まで行ってカンボジア出国します。で、出国したところの町が、タイ側がアラインアプラテートっていう町なんで、タイに入国します。タイに入国してからまだどこに行くかは決めてないので、そこでちょっと考えようかなという感じかな。今回はですね、ここの、旅行会社さんにバスをね、ちょっとね、手配してもらおうと思って、シェムリアップからバスでポイペトまで行くんがだいたい8ドルっていうことやったんやけど、バスの席がね、ちょうどいい時間のがなくて、でとりあえずタクシーをチャーターしました。でタクシーがポイペトまで35ドルということで、それに乗って行ってきます。でここはですね、シェムリアップの街中、この道がですね、柴田ストリートっていう、柴田さんの道、覚えやすい。であっち側に行くと、この後ろが、パブストリートへ行く道やね。じゃあ今からちょっと、ドライバーを待ってから車に乗って行きたいと思います。街中にはですね、たくさん旅行会社があって、こういう感じでも看板なし、もうほんと至る所にあって、いろんな手配をしてくれます。気軽に入っていって、当たり外れはあるやろうけども、いろいろ回ってみるといいと思います。はい、でここは隣が、テルステーキハウスっていう結構老舗のね、ステーキハウス、これね、テルステーキハウス。ちなみにさっきここで、カンボジアビーフのステーキをいただいちゃいました。はい、ではでは、またドライバーさん来ました。今日のタクシーね、これこれでポイペトまで行ってきます。ではでは、行ってきます。レッツゴー。はい、ポイペトに到着しましたよ。でもね、ここで一つ事件が起こりました。ここまで車で来た後、それがね、車から降りた時に携帯を落としたみたいで、でその落とした携帯をなんか目撃者によると誰かが拾って、でそのままどっか行っちゃったという感じで、どうしたもんかって、アクシデント発生です。行きますか。はい、今からタイに入国するために出国します。ではまた後で。出国はここでやります。